はい、今回はですね、多分単発の動画になるかなと思うんですけれども、こちらの、ハローキティのマジカルミュージアムをちょっとね遊びたいなと思います。このゲームはね、いくらで買ったのかな、ワンコインだったと思うんだけど、100円したかしなかったかぐらいの、いや70円ぐらいだったかな、ほんと、いやすごい安くね売ってて、でもキティちゃんならどんなゲームでも面白いでしょうと思って、何これ、はい、パネルを選んでね、何ちょっと待って、何が始まったの、あーなるほど、あーわかったこれ塗っていく系か、だってこれゴール行くの、キティ先生、あのゴールにはどうやって行かれるんですか、あーわかりましたこうですね、上には行かないからどうやって行くのこれ、ねえキティ先生え待って、これ結構むずくないですか、これそう、でも動かせるのこれだけ、あ、なんか動いた、あ、なるほどね、あ、かわいいかわいい、え、また始まった、待っていいですか、はい、衝撃の事件なんですけど、ただただゴールへ連れて行ければそれでいいんだ、待って、簡単めっちゃ簡単、あ、なあそういうこと、なんだてっきりさ全部塗らなきゃと思ってたら、あ、このイラストめっちゃ可愛い、キティちゃんのイラストを見るゲームなのかな、これはその解釈で合ってるのかしら、何これ、え、え、これむずくないですか、ちょっと待って、こうでこうか、よし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 、え、待って、これこのお猿の形なんか知ってるんだけどな、あ、終わった、ちょっと待って、どう、上にはいかんでしょ、ここもいかんよね待って、どういうこと、なるほど、ギティ先生、あの走りすぎです、オッケー、あ、かわいい、かわいいしか言えないんだけど、ちょっと普通に難しくない、これは取り今こう言ってもらって、あー間違えた、くそー、これでいけないかな、あ、いけた、あ、なんかこういう絵がなんか私の中のキティちゃんだな、うん、めっちゃ長くない、待って、ボールあるんだけど、え、嘘でしょ、ちょっと待って、ボール、空気読みなさい、ミスった、ミスった、クソ、なんで普通にイライラするわね、ちょっと待って、タイミング、タイミングゲーだよね、一発できた、何なのこの子、ちょっと私知らないな、またボールいる、
ポールもキティ先生と同じ動きをするんだ。なるへそ。ゴールのとこにボール行っちゃったもん。うんじゃないよね。うわあ、くそ。むずっ。ああ、もう本当にバカたれい。あ、もうダメだ。ボールがこっちにいるときに動かしちゃダメ。むずいよ。どうする？で、はい。ただそうするとさ、ボールが向こう行っちゃうんよな。あ、これだ。あ、しょ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 。ああ、いけました。あら、テニスしちゃってって。変なことした。オッケー。あ、かわいい。めっちゃかわいい。え、なんかシンプルじゃない？終わってる。何がいけなかった今。なあ、何がいけないんだ？ちょっと待って、ボールがあそこに絶対行くから無理やん。すぐキティちゃん行っちゃダメなんだよ。だからボールありき、ボールありき。閉じ込めればいいんでしょう。どこで？うん、交通事故、出会い頭ですよね。こうかな。じゃあ、えい、うわっしゃ、閉じ込めた。これだとキティさんちょっと道なりに行ったらいけると思うんですけど。よし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 。あー、これすっごい頭使う。こういうこと？これかわいいね、なんか黒くて背景。あ、行ったんじゃない？よし。かわいい。なんか70円ぐらいで買ったゲームにしては、まあ、多分タイトルには100円って書いておくと思うんですけど、にしては、とても面白いですよ。とても楽しいですよ。暇な時とかに、すごい、2個もある。ここまでうまくいくんよ。んで、ちょっと待ってよ。どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい。はいはい。んで、んでよ。あかん。不正だのに。ちょっと待って、これめっちゃ無理。無理ってこともないけど。こうでしょ？で、こうして、こうして。下のボールが痛い。空気読みなさいよ、下のボール。下のボールが中にいるときにやればいいんでしょ？んーで。なんとかさ、閉じ込めれないかな、ボール。ねえ。閉じ込めれた。あとはこうで。もうちょっとだったよ。
悔しいったらありゃしないね、ほんとね。ねえ。もう、間違えた。すぐ間違えて押しちゃう。こっからよ、こっから。よっしゃー。誰？ちょっとあんま知らない子だった。人はこうやってね、あ、失敗予言経験してこうクリアに向かうわけですよ。何これ、どうしたらいいの？これいいのかしら。あいつ邪魔くさいわね。ねえ、いけそうだった。タイミングゲー？これもしかして。その可能性はある。タイミング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 、よっしゃー、かわいい。あ、なんかこのポーズしてるキティちゃんのグッズはいっぱい持ってた気がする。クリアおめでとうだって。あ、これ全部終わったってこと？そういうことかもしれない。なにこれ。あ、やることは全部同じなのね。なるほど。全部同じみたいですよ。間違えた。バカ。あーか、あー、なんかこれもなんかグッズでよく見たイラストって感じ。ゴール上でしょ？上？上？こうか。よし。結構余裕かも。違いました、ごめんなさい。これでエンド。よし。またボール来たよ、もうほんと。やんなっちゃう。逃げて、キティさん、逃げて。よし。いいですね。ここなんかシンプルが上にボールの動きが怖いですね。かもしれん。ああ、そういうこと、分かった。待ってよ、全然違った。分かった分かった分かった。これ結構むずいぞ。ああここむずいわ。頭使わないとできない。最後の1個がな。こうからのこう。間違えた。逃げて、キティさん逃げて。間違えた。誰。今のイラッとくるよね。見てたら多分私もイラッとくると思う。あ、なんで同じこと繰り返してるの私。ちょっとショートカットしないで、ボール。あんたずるいわよ、それは。間違えた。やっとできた。この子はなんか知ってる。何？え？こういうことね。やば。よし。なんでや。ちょっと待ってよ。
やったー。今のは適当です。適当に押したらいけました。いや、素敵なゲームですよ。適当にやっててもいけんだから。なんとか閉じ込めれないかな。よし、閉じ込めたぞ。私も閉じ込められてる、でもその代わり。え、どういうこと？全然分かってない。あ、いけた、やった。そろそろね、頭使うのもしんどくなってきましたね。やっぱ日頃使わない頭なんでね。やめてやめてやめて。あれ無理やん、これもう。いけた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 。閉じ込めて。で、キティ先生はね、どう。ちょっと邪魔よって。よし、いけた。ナイス。何やこれ。ちょっと待って、あいつむずくない？あんな一生移動されたら無理やん。あのボールの位置ずるくない？何あれ、どうしろっていうの？わかりません。あと入っちゃう、私どうしても。あぶねえ。うん。こっち行って切り替えて下行って、あ、違うんですよ。そこの時点で切り替えなきゃいけないんだよ。わかったわかったわかった。違う。やりたいことはわかったよ。こうして、こうして、こう。行っちゃった、向こう。終わった。あのボールだってどうしたらいいかわかんないんだ、私。なんかどっかで多分。違う側に入れるんだろうけど。終わった。これ無理。待って、これ無理で私。どういう原理？ちょっと待って、キティ先生のことほっといてボールのこと考えよう。こう来るじゃん。キティ先生？ちょっと。やったぜ、閉じ込めたぜと思うともうダメなんだよね。ちょっと分かってきた気がしたんだけどな。ちょっとね、私できない。これできない。ちょっと待って、難易度10がむずい。ちょっとこっち行くね。結局やることは同じなんだね、やっぱね。わーい。できるだけちょっとやっぱイラストをね見て。2個、最初の方から2個。難易度鬼か。
全然鬼、これお母さんじゃない？かわいい。この絵めっちゃ見たことない。多分同世代の人は全員分かってくれると思う。めっちゃ見たことあるよ。よし、え、楽しいこのゲーム意外と楽しいぞ。お父さんかな。うーん、あー、ミスった、あかん B 押すタイミングだったね。これはいけそうなんで、ちょっと行きますよ。おぉ。嘘でしょ。ダメじゃん。あ、これ多分違うな。私がやろうとしてることは違うわ、多分。あかーん悔しい。絶対死ぬんだけど。終わり。もうそっちまで行っちゃったら終わりだよね。終戦って感じ。終戦記念日。いけたなんか王道そうなキティちゃん出たんで、これで終わろうかな。このゲームは本当単発です。なんかどういうゲームなんだろうって思って。待って、かわいい。この動き方。これ何？これでさっき。すごいよ。B ダッシュできるの。かわいい。いや、キティちゃんもね、結構このゲームボーイからぐらいの頃ってたくさんゲームあるんだよね。私本当はね、あの横スクロールのなんかダニエルをね、助けに行くゲームが、私の生まれた年。私の生まれた年これなんだ。だから見覚えあんのかな。結構キティちゃんグッズはなぜかありましたね、うちいっぱい。そう、なんかね、その、ダニエルをキティ先生が助けに行くみたいな。やつがあって、それやりたかったんだけど、それはね、ちょっと売ってなくて、近くには。で、なんかないかなと思ったら、これがね、70円ぐらいで、ポイってされてたから、もう袋にも入れられずにね、ポイってされたから、あ、救出しなければと思って、どんなゲームかもわからぬまま買ってきたんだけど、いや、結構面白いパズルゲームでしたね。よかったです。これもほんと単発なんでね、次はないかも、ないと思うんですけど、いや、ほんと、面白かったです。またこんな感じでたまーにこういうね、昔のゲームを単発でポンポンってやることもあるかなと思います。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。